ジェムズカンパニーのさらばラジオ。ジェムスカンパニーのさらばラジオ始めるよ。時刻は夜10時になりました。ここからはスクエアニックスプロデュースのアイドルグループジェムズカンパニーのトーク塾、私塾長のさらば青春の光東袋です。さあそれで始めましょう。今月の生徒は、はいどうも、ジェムズカンパニーの夜10時担当、ゆきなくんこと赤羽ゆきのです。そしてどうも皆さんこんばんは、水石ジェムズカンパニーの朝10時担当、水石の葵屋ゆりじゅうです。何ですかその、時間帯によって時間は分けられてるんですか。いや、やっぱりこの放送をしてるのが今 10時じゃないですか。そうですね。でもこの放送をこう撮ってるのも朝10時、うんうん、ってなると雪乃くんは出番ではないってことですか、ね、いやいや違う、私が出番ってことですよ。いやいや、おかしいこと。演習はどうなの、うん、私は 寝てないんでしょ。ちょうどオンエアの時はもうねってことでしょ。あ、そういうことなんですよ。はいはい、まあ YouTube 番組になりましたけれども、なんか反響と言いますか、なんか変わったことありますか、うん、どう？なんかお客さんからリスナーから時間に縛られなくなったっていうのが、うん、言うてはる、うん、意見でありました。投げ嬉しいって。あ、その方が助かるみたいな。やっぱよりよ、うん、いっぱい事務官のお話聞けるねって言うて、うん、本人らの気持ち的にはそんな変わらずですか。YouTube、先月のやつらはいきなり おやつ食うたりしてたから、ね、なんかやばかったとは聞いて、うん、おやつ、うん、そうよ、食べながら配信というか。まあ若いんでしょうね。もうそんな若さはもうお二人ないですか。そんなむちゃくちゃなことする、まあ、うん、そうですね、うん、ちゃんと仕事はするっていうところあります。考えられない、うん、そんなやつら考えられないですね。ちゃんとね、一応してるからね。そうですね。よかったよかった、今月は安心ですわそれは、うん、はい、じゃあいつ行きますか。はい、ラジオネームのポキチさんからいただきました、はい、塾長ゆきのくん、みずし、こんばんは。こんばんは。今月の生徒はゆきのくんとみずしとのことで、この二人といえば、うん、以前大阪弁講座の配信をしていて、大変楽しい内容だったことを覚えております。そこでゆきのくんには今回終始大阪弁で参加してもらうというのはいかがでしょう。もしくは、みずしと塾長が標準語で喋るというのはいかがでしょうか、うん、では季節の変わり目に体調など崩されませんようお気をつけてください。ほななほななそんなやったんですか。大阪弁講座、そう、雪乃がちょっと大阪弁すごい好きというか憧れがあって、うん、出身どこでしたっけ。まあ、出身は、うん、まあ、ちょっと、うん、マチュピチュなんですけど。そうか、マチュピチュ弁、マチュピチュ、マチュピチュ弁喋るもんな。マチュピチュ弁なんですけど、そう、ちょっと教えてもらう配信やりまして、結構前にやりました。なんか、はいはいはい、早口言葉使ったりとか、そう、大阪弁の、それちゃうちゃうちゃう、ちゃう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 みたいな、はいはいはい、有名なんだね、うん。関西では確かにね。いや、だからちょっとこの放送では逆にしてみましょうよ。おー、このお便りの話終わるまでな。そんな全部いったほんま変な感じになるね。大変やね、そんなもん。お、嫌がってはるわ。あ、じゃあ、雪乃が大阪弁するんで、うん、お二人は、はい、もう標準語お願いします。あ、そうですか。標準語、標準語ですか、うん、お願いするわ。怒られる。なんでそんなことしなきゃいけないの。喋りにくいの。そんなもんリスナーの、うん、あれに答えるのがうちらやろ。やだよそんな、こんなことさせられて。なんでやねん。見ずし、やだよね。ちょっとキャパオーバーです。キャパオーバーです。キャパオーバーかいな。ちょっときついかな。でも標準語はいけるよね。標準語は全然いけるよね。いけますか。いけるんか、うん、
行きますとも。ああ、やっぱ任せてください。今言ってくれや。敬語だとさ、そうしたその標準語になっちゃうから、もうタメ口でいいからさ。せやでせやで。うん。OK OK。もうなんか日本語じゃない話してますし。英語じゃない。OK。いやいやいや、でも雪乃くんは全然違和感ないんでしょそれ。うん。まあそうやで。違和感ないで。うん。もうなんかおるしな、周りにも大阪弁の人間いっぱいおるしな。多いんだ。おお、まあ、多いな。なんかジェムス君とかも大阪の人多いしな。確かにね。ああ、せやせや。うん、いや結構じゃあそれに影響されて関西弁って喋りやすいんだ。せや、せやね、せやね。ミズシーは周りと、結構でももう東京来てからさ、結構経つじゃん。ね、ちょっとあの顔を見るだけでもちょっと今日きついかもしれない。何がきついんだよ。いやちょっと何がきついんだよ。ちょっとなんかあのとこのボンボンが頑張ってはるみたいな感じ。なんか鳥肌立つな。頑張ってはるって関西弁じゃんそれ。頑張ってる。ん？何より美寿司は何その嫌なの標準語が。あの標準語は別に嫌いなわけではなく、標準語喋っている。うん、口調がちょっと無理。何がだよ。どこが違和感？ね、全然違和感ないじゃんね。せやせやせやで。せやで。どっからどう見ても東京の人やな。ま、巻きで。何が何が。いやだよ、ちょっとミズシーも早くちゃんとタメ口でいいからさ。長い。長い。いやね。普通オタが来たからね。そうだよ。普通オタに答えるのがあれやろ。うちらやろ。いやいやミズシーの聞きたかったな。残念やで、ほんま。もういいけどね、別にこれで30分いくけどね。決対やな、決対。意味わかってるか、お前。意味わかってんのか、お前。すごい関西弁でね。もう業汚い言葉使って、ほんと。要チェキ。なんで英語になるんだよ。なんでだよ。なんでだよ。え、じゃあ行くよ、もう。え、いいのもう行って。どうぞ。うん、もう、はい、どうぞ。行くで、ほんま。はい。それでは1時間目スタート。フリートークボックス。はい、毎週リスナーのあんたとスタッフからの事前に話してほしいトークテーマを募集しボックス入れてあります。今から抜き打ちでボックスからジェムカンメンバーにお題を引いてもらいトークしましょうというコーナーでございます。ちょっと関西弁でもないっていう。そうそう、戻られんだって思った。なんかね、エセだよね。朝ドラの関西弁になって思った。ディスじゃないよ。もうやりにくいわ。はい、ということで引いてください。はい、どちらが綾野くんが。じゃあ、ゆきのが引いてもらう。ゆきのくんがごめんなさい。綾野くんのだ。綾野くんってよう間違えるな。誰ですか？綾野浩二。綾野くんって誰ですか？なもう綾野くんでいいか。綾野くんでいいですよ。ごめんごめん。ちょっと困るんです。はい。はい。ラジオネーム浩二さんから、大喜利大会してください。うわ、しんど。あのさ、浩二さん、ね、せめてお題を、ね、もう今大喜利大会みたいな感じだったけどね。大喜利大会、いや、ゆきのが意外に違和感ないね、その大阪弁に。まあまあまあ、せやね。なんかイメージとそこまで離れてないやん。まあ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 、せやね。大阪弁にしか言わない。せやでマシン。最初からこれで来られたら関西の子かなと思う。ああ、ほんまですか。ミズシーが全然喋ってくれへんから、標準語で。なんかあのスナックに来たのかな。スナックに来たバーみたいな、お酒でも置いてあるのかぐらいのなんかテンション感が気持ち悪かったですか。本当ですか。なんで、じゃあ大喜利大会しましょうよ。大喜利大会ってなんすか。大喜利はやるじゃないですか、全部かも。お題をあってみたいな感じですね。お題があってもしないやつもいるよ。あ、そう、もう答えへん人もおる。まあ、雪乃くんは先生って体張ってくれてる。でもそれは仕事ですからね。やるしかないでしょ、それは。拒否権とかないからね。まあ、なんか普通になんかその、あれ、言ったらまあこんな病院は嫌だとか、こんなジェムカンは嫌だ的なことですよ。あ、こんな、じゃジェムカンは嫌だ。こんなジェムカンは嫌だ。そんなやってない大喜利、それまだ。あ、や、あ、でも分かる。分かった？うん。じゃない方がいいか。じゃやりましょうよ、それで。あ、じゃこんな、さらば青春の光は嫌。はい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 。もう思いついたからだから、じゃあね。早いね、水氏。じゃあ記憶正しく生きている。なんで嫌やね。それでもさ、森田さんの方は別に。いや、連帯責任みたいな、コンビ愛がね。悪口言うまで。
あ、確かにね、はい、早かったね今た。え、それしか思い浮かばなかった、はい。そうですね。じゃあこんなラジオは嫌だ。一問一答スタイルなんや。こんなラジオは嫌だね。こんなラジオは嫌だ。あーさあ、さあ思いついた方から。こんなラジオは嫌だ。うん、はい、お早いね、はい、ゆきのくん、こんなラジオ嫌だ。あの、不祥事したことある人が MC。 もう俺の話だね。待てよお前。俺で大喜利すなよ、この答えで。裏テーマあるね。やめて、なんかそんな喋りにくくなる。俺も考えられなかった。こんなラジオは嫌だ。そうやね。まだあのうちらしか言ってない。やっぱりな、難しいのよな。結構意外にシンプルなお題の方が考えにくかったりするのよ。あ、うん、偏ってる。やっぱ偏った人は偏った方がいいのか。はい、はいはい、お題、はいはい、こんなうんちは嫌だ。お題を変えてくれよな。こんなうんち、もううん、あ、そうやな、いや、しょうもないことしか思い浮かばへんな。ワクワク、そうやな、ワクワク。黙り込んで30秒ぐらい経ったよ。ワクワク。こんなうんちは嫌だ。今秒数数えてるから、今考えてる時間数えてるから。塾長が言わないと。数えてますよ。いや、朝10時から大喜利きついな。待ってや。それはそう。こんなうんちは嫌だ。しかも、あ、じゃあポンポン、じゃあどんどん帰ってくるやんか。どんどんお題を言うんで、じゃあもうノータイムで言ってください。いや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 、そのあれやね、その一番手前にできたしょうもないやつを消していく作業やねん。そうそうそう。だからもう、もう思んなかったって思っても、もう次どんどん行くんで。あの出す、うん、あ、じゃあもう5秒縛りとかにして、あ、5秒縛り、パッと即答。なんで俺がやけやらなあかんねん。お前らがやれや。やっぱお手本見ないと。塾長に学ぶのがあのテーマなんだから、もう5秒な、もうパッと思いついたやつをっていうことで、はい、カウントします。はい、はいはい、じゃあいきます。こんな赤ちゃんは嫌だ。どんな赤ちゃん。次。こんな人生は嫌だ。どんな人生。俺みたいな人生。木村拓哉さんの血を吸った蚊はどうなる？うん、全然待たない。くそくそ。ちょっと裏行って。超超超バカってどんなバカなことをする？もう朝起きない。いややわこれ。いややわ。え、いいんですかこれで？いやいや、もういいもういい。いいんですかって、いや、こんなわけないって言って、もうやってまた滑るのも嫌。大逆転を狙うか、もうちょっとやけどをするか。もう十分なやけどですよ、もう重症ですよ、こんな。こんな見ずしは嫌だ。あ、はい、うん、はい、身長が50メートルある。嫌やな。嫌だな。嫌やな。あ、はい、まあ、はい、はい、はい。歌声が、ジャイアンみたい。ボエボエ。もうジェムカンにおってほしくないな。はい、担当カラーが虹色。あー、マジやー。ややこしいな。ポンポン出てくるわ。はい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 。巨乳、巨乳。巨乳。え、ちょっとどういう意味。ええやん、それはええやんな。どういう意味。今と正反対なんだろ。めっちゃ怒ってる。やりますか。めっちゃ殴られる。そうね。龍が如くの世界行きますか、みんなで。やってきたから、もうこんな雪の君は嫌だ。真面目。真面目だから。反対やもんな。不真面目って皮をかぶった真面目。はいはいはい、面白くない。うわぁ、もう、まあ、面白いからな、普段。普段面白いからな。すごいね。もう悪口ないか。どうしたの。悪口ないか、もう終わったの。お弁当が茶色い。どこ、そういうこと。なそれ。それは何。そんなことあったの。その別に緑の茶色、なんかあれ、緑の茶色。わかんないわ。もう いやいや、もう弁当でもないし。もうやめよう。もうやめよう。やめよう。もうやめよう。こんなフリートークボックスは嫌だですからね。こんな。こんなフリートークボックスは嫌。大喜利やってくださいって書いてある。公式のせいで、こんなによ、ね。すごいことになりましたけど。はい、どうぞ。もう時間的に大丈夫ですか。はい、ということで、はい、じゃあ曲いきますか。はい、先月のエイプリルフールにね、企画にて制作されました、うん、その楽曲のプロバージョンも YouTube にてアップされております、はい、ジェムスカンパニーで桜色の嘘。
ただいたのはジムズカンパニーで桜色の嘘でした。これ相方の森田が参加させていただいて。そうです、はい、これはもう森田が入ってないバージョンですね。もうとても綺麗なのになりました。お前らがオファーしたよ。ありがとう森田さん、ありがとうございます。完全に消されてフルバージョンですね。これがフルバージョンだな。ありがとうございます。さあ続いて2軒目、ジェームスカンパニー東袋 from さらば青春の光、さらば radio。 電話で三者面談。さあこのコーナーはジェームスカンパニーメンバーと私塾長と電話をつないでお話ししましょうというコーナーでございます。本日の特別講師はラジオネーム釣山釣雄さんです。もしもし。あ、もしもし。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ではお二人がご挨拶を。はい、水品です。聞こえる？あ、よろしくお願いします。はい、釣山の心を釣っちゃうぞ、赤羽由紀乃です。よろしくね。ドクトリース、よろしくお願いします。、はい、そう言ってますけど、釣山釣夫さんは誰推しですか？あの、基本的には箱推しですね。はいはいはい、はい、うん、優しい。由紀乃くんのことは？あの、大好きです。もう嫁にさせていただきました。うん、なんですか？あの、私、あの、由紀乃さんの嫁にさせてもらいましたんで。結婚してます、釣夫と。なんすか？え、はい、ゆきのが旦那で、はいはい、釣夫が嫁です。そっち、はい、あ、いつもそうなってます。すみません、切らしてもらってもいい。ちょっとなんか訳がわからないこと言ってるんで。あ、そういう方がいらっしゃるの？あ、まあ女は結構いますね。あ、まあ、塾長と、まあ、似た。あ、似た。そういうこと？ここピー入れてもらっていいですか？やりですか？ってことですか？あのさ、うん、本当にまだ収録時間的に朝の10時半なんだわ。ねえ、偉いもんで釣夫さんが笑ってないんですからね。聞いてるやないな。もう最低、はい、塾長、本当に。いやいや、釣夫さんがそういうこと言うからですよ。黙っちゃった。釣夫さん黙っちゃったじゃん。旦那、おい旦那、はい、こちらが嫁になっておりますんで。あ、そうかそうか、ややこしいな。こちらが嫁となっております。そんな言葉聞いたことないですよ。こちらが嫁となっておりますんで、はい、もういつも何度もお世話になっております。はい、あれ、鶴尾さんは一度お電話つながしていただきましたよね。そうですね、ずいぶん前になりますけども、はいはいはい、雪乃さんと星名ひなかさんの会の時に、うん、はい、あ、なるほど、それ以来ということで。そうですね、はい、はいはいはい、そう、まあ、じゃあ嫁ってことでよろしいんですね。嫁、あ、もうよろしくお願いします、それで、はい。うちの嫁です。うちの嫁ですか、はい、すごい。はい、さあ、じゃあ釣夫さん、ちょっと今日はどういったご用件で？まあ、まあ、このご時世でっていうのもあるのかもしれないですけども、はいはい、ちょっとやあんまり人との会話がなくて、うん、特に若い子言うんですかね、うん、何を最近話せばいいのかっていうのが、うん、ちょっとありまして、何かその辺のご助言とか、はい、要は最近の流行りとかどんな感じなんでしょうかねっていうのをちょっとざっくばらんにいただければと。あとはまあ、はい、次の機会の、うん、まあ、リーグリーとかの機会の、まあ、ネタもなんかないかなと思いまして、ちょっとご相談ということでお便りさせていただきました。はいはいはい、失礼ですが今おいくつぐらいですか？今45ですね。45ってそこそこもいっちゃいますね。まあね、そんな別に若いでしょ、まだまだ、うん、いや、まだまだ、もう目も老眼近くなってどうなの？見にくいですか？もう見にくいですね、大変です。もう SNS も見にくい、もう、はい、うん、あ、でも雪のだけ見てればいいよ。はい、そんな嫁が黙ったらあかんわ。嫁は喜ばな。あれ、破局ですか？なんか溝があるね。なんか、シャイなんだよ、釣夫は。あ、そうなのね。釣夫はそうなの。いくつぐらいの時はそんな思い出しちゃったんですか？ちょっと若い頃何喋ったらいいか分からへんなっていうのは。もう、確か前回話させていただいた時も、うん、はい、あの、キャバクラの話させていただいたんですけども。あ、そうでしたっけ。はいはい。まあ、その時も最近若い子と話したいなって話はさせてもらったんですけど、最近若い子と話したいなって電話かけてきて、ここはキャバクラじゃないって言う。そう、怒りましたね、確かに。そうそうそう。やっぱそれからもなかなか機会がなく、もうなかなか慣れないですか？慣れないですね。でもどうなん、そのお二人からして別におじさんと喋ってるなっていう感覚ないでしょ？いや、むしろ、うん、雪乃がもう若い子の話についていけてない最近。いくつだったっけ？
いくつやったっけ、伊藤くん。15で若い子ども話すのが、うん、マチュピチュ生まれの15やもんな。そう15があんな酒飲む釣り用の気持ちすごい分かって、だからでも、まあ、実際そうやもんな。だ逆に雪乃はもう聞いちゃう、うん、あ、TikTok の流行りなんなの、うん、そうやねんな、 TikTok の話とかされたら分からんやんな。パンケーキしか分かんない、キュンですみたいなしか分かんないから本当にそれもちょっと前やもんな。もう、釣り尾さんは TikTok とか見たりしないんですか。もう全然ですね、見方分かんないよね、分かんないよね。あれ、雪乃くんのそんな感じな、水石は全然大丈夫、その辺は。いや、なんか TikTok は、うん、あの若者の流行り知っとかんとって思ってダウンロードしてインストールかで、うん、アカウントなしでも見れるから、うん、それでちょくちょく見てます、はいはいはい、それでもジェムカンメンバーでやってる人はいないの TikTok は。あ、TikTok はやってないけど、でも好きな子はネネとかラムとかは結構見てる。あ、ネネはね、ラムに教えてもらってた。教えてもらった、そう、みんなそんな感じなん。なんかもうラムぐらい、ラムと、うん、あとレイカさんとかめっちゃ見てる、はいはいはい、見てるね、うん、じゃあもう10代のもんな、ああいうのって。あら、10代のもんですね、まあ10代だけど、まあ15だから、うん、10代だから。もうじゃあそうか、俺らももう分からへんのよ、そんな、うん、TikTok とかどうこうが、うん、だったらもう別にもうジェムカン世代で分からねたらもう無理よね、もう。だから釣り尾さんも別に普通やってことで、それでね、うん、なるほど。なんか無理にこう流行りを吸収しようって思うと体もついていかへんなるし、うんうん、もう老体やからな何それ。いやもうなんか、うん、いやもう歌詞何言うてんの言うて、うん、そんなレベルなるもん。あの最近の曲ってほんまにテンポ速いし、めちゃめちゃ曲のこの音域広いし、うんうんうん、言葉数めっちゃ詰まってるし、うんうん、なんか偉い、それがまあブームやけど、はいはいはい、もうそれついていかれへんか。そう、まあでもさ、釣り尾はこう若い子の話を聞き出そうとこうしてくれてるけど、はいはいはい、でも雪の逆に釣り尾の話が気になるな。あ、ほら言ってますよ釣り尾の話を聞きたいな今マイブームとかあるのとかいうことね、うん、そうそうそう、うん、何ハマってる、ね、うん、最近やっぱジェムカンはいいですよね。やっぱジェムカンはそうですよね。その、はい、その釣り尾さんの身の回り の、 その世代の方はどんな話されるんですか。あ、もうあの用紙飲んでますので、うん、あんまりちょっと付き合いがなくて、うん、あ、最近は、ね、はい、でもそのね、触れるものとか身の回りのものってやっぱりね、年齢にその合ってくるというか、はいはいはい、うん、はい、どういう話題があるのな、そういう40代の方って。どうなんでしょうかね、うん、あんまりちょっとその辺の仕事の話ぐらいしかしなくて、はいはい、まあ、あの若い子と言いつつも同年代もほとんど話、そういう仕事以外の話しないような感じですね。ジェムカン以外に何か興味ないんですか。ゲームとかはよくやりますけど、やっぱそのオタク趣味だとちょっと表に出しにくくて、うん、ちょっと幅が狭くなるということですか。そうですね、健康とかなんかな、はい、あ、健康はもう、うん、どこも健康診断どうだったとかっていう話は、はい、ありますけども、うん、あ、でも健康やったらそんなん今、うん、若い子でもまあ気につけてるか、うんうん、食べ物でもね、お二人でもお話できる、うん、そう、人間ドック行きたくてさ人間ドック、あ、行く、人間ドック話はよくしますね夫婦で、まあ、夫婦でな、行った方がよな、夫婦で受ける釣りを、ぜひ行きましょうもうね、うん、来週ぐらいには行きたいね、正直。あのさ、ラジオで予定立てんなそうやな、帰ってからやってほしいよな、じゃあ家でね、よろしくお願いしますこれは多分、釣り尾さんからもうやめてくれへんかって言ってきそうやな雪乃くんからじゃなくても、まあでもだから、ジェムカンやとそんなに若い子っていう意識をせずに喋れるんじゃないですか。ジェムカンそんなに若くないんですかねそういうことですか。あのさ、うん、今のトゲあるよ若くないのよ、あんた、うん、でも普通に考えてやっぱりね、もういくつになっても多分同じ世代以外の人とは話合わないんやと思いますよ、どうやっても。そうなんですね、ね、うん、だからまあそんなに無理をせずにね、それこそ雪戸くんやったら何でも話聞いてくれるでしょうし、水しも、ね、何でも大丈夫よ、うん、そこまで意識してるんでいいんじゃないですか。あ、そういうもんなんですかね。うん、あれよ、はい、もう年齢じゃなくて、うん、結局その人の生きてきた周りの環境によって趣味思考って結局変わるから、
若くても言ったらもうお茶毎日飲むのが趣味でっていう人もおるし、逆にこうお年召した人でも毎日プール行って水泳してますっていう人もおるし、なるほど、結局はねもう関係ないよ、好きなもんは好きでええし、誇りを持って生きていけ、ありがとうございます、あの普通の若い子と喋る内容は分からんけど、ジェームズカンパニーと喋るときは何でもいいよ、そうだね、そう、まあまずジェームカンパニーと好きで来てくれてるからね、そうそうそう、もうそこでまず話が、そうなりますし、あまり意識せずにでいいですよ、あ、助かります、それをもう、はい、ねえ、なんか最近タンカラムとかでもいいんですよ、わかるわ、わかるわ、ほら、わかる人が20代にいるんですから、わかるわ、おばあ、おばあなもんね、はい、すみません、大丈夫ですか、釣り尾さん、あ、はい、もう、はい、それを心に留めて、はい、はいはいはい、ね、今後は、はい、はい、またキャバクラ代わりに使ってください、あ、いい、もう、はい、はい、はい、キャバクラじゃないぞ、はい、ありがとうございました、どう、いや、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございました、いえ、はい、それではここで一曲聴いていただきましょう、私、赤羽幸乃のソロ曲、深淵のインフィニティスケールです、どうぞ、慈悲のなき世界、色の消えた未来、無垢な白目は闇に消えて、あざ笑うような声と不気味にうねる影が、君のさまよえる心を刺す、体を蝕む君がいてくれた狂い酒、深淵のインフィニティスケール、この時刻の果てまで奏でよう、未来など越えてゆけるの、だから今君の手握りしめ、共に立ち向かうんだ、運命など壊してゆく、君と僕とで聞いていただきましたのは赤羽幸乃で深淵のインフィニティスケールでした、はい、エンディングございます、はい、インフォメーションいっときましょうか、はい、さらばラジオは皆さんのメールで成り立っています、電話で三者面談、普通歌、番組コーナーへのメールはすべて gc@dearstage.co.jp まで、 gc@dearstage.co.jp までお願いします、たくさんのメール、番組へのご参加お待ちしております、電話で三者面談へのエントリーの際は電話番号をお忘れなく、はい、ない、ということで、どうだったの水氏、これ今日の、そうだよ、いやどうだったの、どうだったの、うん、やりやすかったでしょ、まさか、うん、よかったでしょ、この2人はねえ、うん、何が不満なの、いや不満だらけでしょうよ、何が分かんないよね、せやでせやで、ほんまやで、もうどっちもエセ臭が本当にすごい、もう関西弁も応募ついてないし、なんか標準がほんまになんかもう田舎のボンボン言うとあれやけど、田舎じゃないからこの喋り方なんだよ、なんか三重ぐらいのボンボン、シティボーイやろ、三重なら関西弁だろ、いや三重微妙でしょ三重をディスっているじゃないか、たこ焼き食うか、ゆきどくんのもうボロが出てきますからやめましょう、やめとこ、はい、ということでお相手は生徒代表、今月はジェムズカンパニー赤羽幸乃と水品葵と塾長さらば青春の光東ブクルでした、バイバーイ。